ルマさん、吉田と木村敬吾最強の2人が上がってきました。5番の杉本が雄大の後ろ、上がった今度は1番の吉田ひろまさん、出入りの激しいレースとなりました。2番と8番の木村敬吾、5番の杉本がこれで3番手、後ろ7番の石川、3番の井上公俊、5番手に下げてさらに上がっていきます。さあ中段からは5番の杉本も上がっていく、3番5番ともがき合いか、3番の井上公俊先頭です。おっと2番手5番の杉本正隆がさばいています。2番の山崎が4番手に交代です。第4コーナー回ってきました。展開が少し変わりました。おっと外から追い上げて2番の山崎司、そうはさせじと上がっていきます。先頭しかし3番の井上公俊、番手は5番の杉本、さあ 山崎は行きません。3番手9番7番と混戦です。後ろから1番の吉田がまくっている、8番の木村敬吾もつけている。さあ最強の2人のまくり、3番手まで来た1番の吉田のまくり、さあ合わせた5番の杉本、まだ先頭は3番の井上、後ろは5番1番と混戦だ。直線コースに入りました。井上もがく、外から1番の吉田弘正先頭に変わった、あとは8番です。1番8番嬉しい嬉しい優勝です。それではお話を伺いましょう。優勝おめでとうございます。どうもありがとうございました。まずは今のお気持ちから伺いましょう。もう今季は慶応国で始まり慶応国で終わりましたね。そうですよね。さあ今日のレース、本当に出入りの激しいレースとなりました。北日本はですね、5社結束という形になっていたんですけれども、いかがでしたか。まあ、杉本君が絶対かき乱すと思ったんで、もう落ち着いて8番手になっても絶対まくる自信があったんで行きました。さあもう本当に最後は最高峰3コーナー過ぎからのまくり、本当に吉田選手らしさも出たんじゃないですか。ああもう本当同期の木村敬吾さんとワンツー決まって、これ以上ない結果でしたね。本当一番人気もなってたんで本当良かったです。そうですね、まあ、今シリーズ、まあ、日に日に上がってきているようなイメージがあったんですけれども、いかがですか。ちょっと今回から自転車変えて、初日はちょっと踏み応えなかったんですけど、終わった後いじって良くなってきたんで、もう気に良くなってきましたね。2011年慶応閣での優勝で締めくくることができました。今年はどんな年でしたか。まあ本当こんな充実した1年なくて、27年間で一番いい年だったと思います。さあまだまだね、まあ来年はお正月からの開催ということで、もうすぐになるんですけれども、来年はどんな年にしましょうか。そうですね、 S 級でもこのような活躍ができるように日々精進して頑張りたいと思います。期待いたしましょう。それでは最後に慶応閣ファンの皆様に向けてメッセージをお願いいたします。寒い中遅くまで応援ありがとうございます。本当皆さんの応援のおかげで優勝することができました。また来年も頑張りますので応援よろしくお願いします。優勝おめでとうございました。吉田選手にお話を伺いました。それではこれより表彰式へと移らせていただきます。ファンの皆様、今しばらくお待ちくださいませ。